思ってたストリート的なブランドって多分もう全くないんで、全く未知なものから選ぶんですけど、あ、こういうのいいじゃないですか、古着との相性が良さそう。最後のパンサー、パーカー好きなんでね、パーカー使っていきたいかなと思ってます。こういうのとかね、スニーカーっていっぱいあるっすね。なんか古着のでまあ昔からあるやつ、こういうのとかだとちょっと面白くないかなと思うんで、ちょっと今まで挑戦したことないジャンルのスニーカーでいきたいかなと思います。僕ナイキ今まで履いてこなかったんで、ちょっとナイキに挑戦してみます。春のコーディネートでしょ。僕結構やっぱ古着はアウターから攻めちゃうタイプなんで、でなおかつちょっと僕今筋トレしてパンプアップしてるので、ちょっとオーバーサイズで着たいかなって思うんで、こういったねドッカーズのレザージャケットとかこういうのガバッと着ていきたいなと思って。こんなんやっぱモテるでしょ、レザージャケット着たら。とかこういう、まあ、シンプルなカーハードのプルオーバーのジャケット、こういうのさらっと組み合わせるの個人的に好きですね。まあこれなんかもいいんじゃないかな。今日もカッコつけてますね今日もカッコつけさせていただいてます。はい、僕結構アウター系シンプルなんで、スニーカーもシンプルでいこうかなと思うんですけど、ちょっとエッジの効いた派手なスニーカーとかも合わせてもかっこいいのかなって思うんですけど、まあ、こういった鴨柄のダンクとか、で僕結構ローカットが多いんで、まあ結局ダンクとかやっぱ多いですね。うん、サンバとか、はい、あとはまあこういったのもいいんじゃないかな。うん、こういうのもかっこいいと思います。すごい古着に合いそうなカラーリングなんでいいかなと思います。 So it's likeI feel like people who wear secondhand is like wear like weaker, but I will always want to be like street style, like, oh, what's up, bro? I always be like that. So there's a lot of cute things, but I love street things. I use this for this. It's spring comes, you got a long t-shirt or like a crew neck inside here, and makes you drip. Next stage, bro. Let's go. I'm good. So, this is it. We love sneakers. We're brand buyers. So, we always mix. So, any sneakers. This is Nike from ACZ. So, I'm gonna use Nike from here. Some kind of blue or white. Makes me drip. Next stage, bro. This.こんにちは、ブランドバイスパンサーです。今回もね、かなり数多いんで、ちょっと僕が選ばせていただこうかなと思います。ちょっと僕パッと見た中で一個気になったやつが、まあね、春先結構こういうホッケージャージというか、まあゲームシャツというか、こういうさらっと着れるやつって非常に使いやすいなと思うんで、これとね、ええ感じのスニーカー合わせさせていただこうかなと思います。パンツはね、パンサーもうちょっと自然に選んでる感じで僕これかなと。いいっすね、今回もめちゃくちゃ大好き今回のラインナップ。ちょっと何回も回しちゃいますけど、うわ、これとかいいですね。ちょっとカラーリング大好きです。まずはカメラ目線やめよう、もう一回今日社長何着たいですか。あれそういう感じじゃないですか。もうこれでいきます。もうむずいですね、本当。でもこんぐらいさらっと着たい。はい、これに合わせるにか。僕結構テックノリとか最近好きなんでね、意外とこういう最先端な感じで履きたいなと思います。
シルバー系を入れたいんでね、ちょっと拾いながら、これでいこう。かっこいい。パンツどうしよう。はい、僕はこんな感じで組み合わせてみました。商品紹介させていただきます。まずトップスがロサンゼルスキングスって書いてますね。まあ、はい、ダメ。どうですか皆さん、はい、僕が選ばさせてもらいました。かっこいいっすよね。ちょっとね、LA 好きなんで僕、憧れを抱いてこういうスタイリングにさせていただきました。ちょっとね、このアシックスとかもこういうサングラスをつけて、ちょっとテックノリもありつつ、このカーハートのダメージとロサンゼルスキングスのこのリアルな感じを、まあ憧れですね、僕が思うロサンゼルスストリートのを再現させていただきました。ちょっと身長もあるんで細身のパンツを意識しながら、トップスがそんなに大きくないんで綺麗にできるようにかなと思いました。でアシックスとキャップも軽く色合わせしてこういう風にスタイリング組んでみました。どうですか皆さん。This is what I made. So, my concept is like brand buyers. We have street, we have secondhand, we have vintage. So I mix it everything. It's cool, but it's cute. But cute, but look like, but look cool. Like, かっこいいけどかわいい、かわいいけどいかつい。全部を自分なりに入れてみたです。どうですか？ストリートと自分なりにミックスしてみました。ちょっと褒めていただけると嬉しい。コメントは褒めの言葉お待ちしてます。お願いします。社長お願いします。恥ずかしい。僕は大人のお出かけ感を演出してみようかなと思って、選んでみました。まあどんな天候にもね対応できるパタゴニアのシェルジャケットで、中は見えますか？ごめんなさい、見えますか？シュプリームのスウェットで、これもシュプリームなんですけど、ボンディング素材みたいなパンツに、靴はナイキの、これは何ですか？これモデルは、形はダンク、エアフォースワン、エアフォースワン、ごめんなさい、それすらも僕は分かってないんですけど、ただ僕これこの靴すごく好きなんです。前からこの靴買おうかなと思ってます。こんな感じで、あです。はい、僕のテーマはですね、年上の女性と夜桜デートということで、はい、ちょっとね、あの年上の方とお会いするときに、あの結構オーバーサイズが可愛いっていう声をいただいていたので、はい、僕普通 L なんですけど、ちょっとオーバーサイズ XL で、コーディネート組んでみました。はい、トップスがジャケットですね。はい、リーバイスのドッカーズのレザースイングトップ、これも XL で結構オーバーサイズなんですけど、ちょっと肩で着るような感じですね。でインナーが、シュプリームボックスのカモンですね。こちらも XL で、パンツが、スーシーの、ちょっと総柄なジーンズを合わせて、スニーカーがですね、これは、ね、フルメの SB ダンクのパセットのダンクを合わせていただいております。
結構僕ジャケットシンプルめなジャケットが多いんで、下半身はちょっと派手めな色とジーンズを選ばせていただきました。これで夜桜デート楽しもうかなと思います。誰と誰とあのこれもまたね、年上の女性の方と、はい、片手に。何歳ぐらいがいいんですか。やっぱ結構ね、35歳とか6歳、まあ40歳ぐらいもいいかなと。感じがあのそれが今いいんですよ、熟して、はい、大人になりましたね、あなたも。大人になりましたね、はい、いろいろ経験して、いろいろ経験させていただいて、はい、はいはい、これで。じゃあそんなまだ見ぬ熟女に一言最後に熟女結構ね、はい、僕はちょっと顔はちょっといかついっていう。可愛いですね。可愛いんですよ。可愛いです。そのギャップを生かして可愛いんですよそのギャップを生かして、はい、ちょっとどんどんモテ活しようかなと思います。はい、はい、いいでしょうか。ありがとうございました。はい、4人の、古着ミックスのスタイリングコーディネートどうだったでしょうかね。はい、どうでしたか実際。でもなんかやっぱりあれだね、いつも通りになるんだねみんなだけど、はい、全然そこでミックスしていっても、はい、全然成立するんだね。そうなんですね。だからよくわかった、はい、うん、からみんな結構あの怖がんないで調整してほしいですね、はい、古着をミックスすることでね、はい、順番の罰ゲームいきましょう。あ、でこの4人のコーディネート、はい、A 剣、パンサー、マコット、はい、ヒゲのコーディネート、どれが一番いいかっていうのをコメント欄で、そうですね、はい、投票してもらいましょう。はい、なんと今回ブランドバイヤーズ社長様から、はい、協賛をいただいておりまして、はい、1位取った人には、1位取った人にとか1位の人に当選、あ、投票された方に、はい、コメントなんかで YouTube の、はいはい、抽選で3名様に、ブランドバイヤーズで使える1人じゃなくて3人で古着商品券1万円分、おだから2万円のものを買いたくてその1万円の商品券使うと、まあ、差額1万円ご負担いただく形になりますけども、はい、はいはい、あの私の、YouTube の公式アカウントからそのコメントに返信があった方は、そんなにコメント来ます？待ってます。だからコメント、はい、だからブランドバイヤーズのお客様にも投票してもらってください。はい、うん、じゃあ最下位に罰も、そうです、1人、1位だよねっていうコメントが一番なかった方にも罰どんな罰にしますか？バンジージャンプです。おお本当に罰ですね。はい、それもバンジージャンプの費用もすべて私のポケットマネーから負担させていただきます。経費で落としません。落としてもいいんじゃないですか。いや落としません。落とすのは最下位のやつだけです。なるほど、はい、というわけで、はい、振るってね、はい、コメント欄、はい、本当に1万円の商品券 3名様にお配りしますから。すごいですね。すごい太っ腹ですね。こういう企画をもっともっとやってはい、考えていきましょう。はい、はい、古着取り扱いアピール制裁古着もね、はい、どんどん、はい、皆さんね楽しんでいただければ、まあ、毎週土曜日、うん、はい、出させていただいております。はい、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 ではブランドバイス一応からでした。はい、はい